ある男性がニューヨーク州ハンティントンの郡立公園の森を歩いていました。そして食べ物の空き缶や汚れた毛布が地面に落ちている謎めいた小さなエリアを見つけたんです。近くに折れた枝が檻のような奇妙な形に並べてありました。ほとんどの木には A4 の紙が貼ってあります。数は合計で約10枚。誰かが無造作にガムテープで木の幹に貼り付けたのです。それぞれの紙には行方不明の人々の写真があり、失踪した町やその地域の警察の電話番号などの情報が書かれていました。男性は怖くなって逃げ出しました。ですがその前にスマホで動画を撮ったのです。それをネット上に投稿することに。すると巨大掲示板のユーザーたちが独自の捜査を開始。ポスターに顔が写っていた人々は全て実際の行方不明者だったのです。この場所を発見した男性は警察に連絡しました。幸いなことに警察は速やかにこの場所を作り上げた人物を発見することに成功。その人はここでハロウィンパーティーを開き、怖い雰囲気を出すために行方不明者のポスターを貼ったというのです。彼はこれらの写真を木から剥がし、警察も捜査を打ち切りました。無料ハグという看板を持って街に立っている人たち、見たことがある人も多いのでは。なんだか可愛らしくてポジティブな気分になりますね。では霧の深い暗い森を一人で歩いていることを想像してみてください。しばらくすると茂みの中に小さな灰色の家が見えます。木に隠れているので貯蔵庫の入り口みたいに見えます。窓はなく、暗闇に続いている暗い出入り口があるだけです。壁に無料ハグの小屋と書いてあるのが見えます。これはあまり可愛くはないですよね。この小屋の正確な場所は不明ですが、ウィスコンシン州の森のどこかです。小屋の中に恐ろしいものがあるというわけではないんですよ。ゴミ、乾いた葉っぱ、クモの巣、そして苔。ティーンネイジャーやホームレスの人がよくここに入り浸っているようです。そのうちの誰かにユーモアのセンスがあって壁にこのフレーズを書いたのかもしれませんね。ですが青い顔をした恐ろしいおばあさんがそこに何年も住んでいるとしたら、そしてあなたが入ってきたら長細い腕でしっかり抱きしめようと待ち構えているのです。ここはサウスカロライナ州グリーンビル。この町の近隣には森があります。そこに行ってみると男性のシルエットに気づきました。大きくて邪悪なピエロ、あなたは恐怖で凍りつきます。それもそうですよね。木々の間にピエロが立って笑いながらあなたを見ているのですから、膝が震え出し汗が出てきます。ピエロは手を挙げてあなたを手招きします。でもあなたが来ないのでピエロは悲しそうなしかめっ面をします。そしてポケットからお金を出しあなたに見せるのです。あなたはやっと体が動くようになり、全速力で森から逃げ出します。恐ろしいことにグリーンビルの森にはこんなピエロが複数いるんですよ。地元の人たちが木々の間を歩き、緑色のレーザーポインターで人々の注意を引いているピエロを目撃しているんです。幸いなことに住人たちは近づかず警察に通報しているようです。ピエロたちは人々を森の中の廃屋へ呼び込むのです。ですが警察がその建物を捜査しても疑わしいものは何も見つかりませんでした。それでも地元の人々はこの森に近づかないようにしています。森では何かが見えるだけでなく、ひどい音が聞こえることもあるんです。例えば人の叫び声、こういった音はどこからともなく夜にだけ聞こえます。でも何の音なのかわからないと気が狂いそうになってしまいますよね。北米やカナダ、メキシコの森にはコヨーテが住んでいるのです。冬と春にコヨーテは遠吠えし叫び声を上げます。一匹が吠えるだけでも何匹かに囲まれているように感じるんですよ。この錯覚は森でいろいろな種類の音が発生することにより起こります。鳥、その他の動物、雨音、これらすべてがコヨーテの吠える声と混じり合ってコヨーテがたくさんいるように感じるのです。またコヨーテは声のトーンを変えることができるので、それが人間の声のように聞こえることがあるんですよ。さて次は気味の悪いお話ではなく、森の中の美しいもののお話。あなたは深い森に囲まれた広い緑の空き地にいます。藪に近づくと中に穴がありました。
大きな空洞ではありませんが、完全な円形の通り道になっているようです。まるで魔法の国への入り口みたいです。これはフィンランドの有名なアーティスト、アンティ・ライティナンの作品。周りの木の葉っぱや枝を丁寧に切って完全な円形を作ったんです。彼はこの作品を割れた風景と呼んでいます。この穴の他にも彼は多くのユニークな作品を制作しているんです。彼の作品のほとんどは自然がテーマになっています。その中には似たような小さな円を作り、葉っぱのない木の茂った枝の中に見える太陽のようにした作品もあります。彼の作品を見るのに世界中を旅する必要はありません。ほぼ全ての写真をネットで見ることができますからね。次はスコットランドの緑の森に行きましょう。木々や茂みの中を歩いていると人の形のものがあります。じっと静止していて顔がなく、周りの全てを反射しているのです。これらの像はスコットランドの有名な彫刻家のロブ・マルホランドがプレキシガラスを使って制作したもの。鏡のように光を反射する特別なガラスです。6体の像で大規模なベスティージ・インスタレーションとなっているんです。それぞれが違うポーズをとっていて、木や茂み、草を写し、森と融合しています。夏の花盛りにはこの彫刻はとても美しくなるんです。ですが早春や晩秋に映るのは活気のない灰色のみで、気味が悪い眺めになります。マルホランドは昔、文明が自然にもっと近かった頃、森に住んでいた人々の形跡を表現したいと考えました。当時は森の状態や作物の収穫に生存が強く依存していたのです。ガラスの像は森と人との調和を表しています。日本の南部には絶景の森があるんですよ。何か奇妙なものがあるわけではなく、森自体が変わっているんです。高いところから森を見ると、木々が同心円状に生えているのがわかります。そのような円がいくつかあって、中心に近い木ほど木は密集して生えているんです。外側の列はあまり密集していません。そのエリア全体が世界中の野原にある神秘的な丸い模様に似ているんです。ですがこれは自然にできた異常ではなく、人の手が加わっています。1973年、人々は10個の同心円を描くように木を植えたのです。この実験の目的は、杉を円形に植えるとどのように育つかということでした。研究者はこの場所を実験的林業と呼んでいます。すると意外なことに、木は左右対称で扇状、そして突状に成長し始めたのです。これは木と木の間の隙間の大きさが木の成長に大きく影響することを証明しました。当初研究者は実験が終わったら木を伐採する予定でしたが、観光客に大人気となったのです。ハイキングコースを歩いてドローンで美しい写真を撮ることができるんですよ。次の変わった発見はアメリカ。広い森に囲まれたバションハイウェイです。森の茂みに赤くて錆びた自転車が幹に入り込んでいる変わった木があるんです。自転車が幹の中で育って木の一部になったみたいに見えるんですよ。ハンドルと車輪の一つのみが樹皮から飛び出ています。自転車が木の中に入ったのは50年代のこと。ある若者が誕生日プレゼントとしてこの自転車をもらいました。ですが彼はハンドルとデコボコのタイヤが気に入らなかったのです。それでプレゼントを低木の近くに置き去りにしたのです。当時この低木はまだ若い木だったので、時とともに幹が太くなり、自転車の鉄の車体を囲うように育ち始めたのです。地元の人がこの状況に気づいたのですが、木から自転車を取り除かないことにしました。でもこれがきっかけで観光客を呼び寄せるようになったんですよ。